ソ連の宇宙犬とは宇宙開発の実験のためソビエト連邦の宇宙船に乗って地球外へ行った犬たちのことである。1950年代から1960年代にかけてソ連は人間の宇宙飛行は可能かどうかを決定するために少なくとも57回犬を宇宙空間に送った。ただし一匹の犬が複数回宇宙へ行くケースもあるため実際に 宇宙旅行をした犬の数はこの数字よりも少ない。ほとんどの犬は生きて地球に戻り、死んでしまった数匹もほとんどは、技術的なミスが原因だった。犬は、長い間動けない環境に適応できるため、実験に適した動物だとされてきた。さらに、トレーニングとして、15から20日間も、小さな箱の中に閉じ込められた。さらに、飼い犬よりも厳しいストレスに耐えられるという判断から、 野良犬が気象及び糞尿の収集システムの関係でメス犬が選ばれた。トレーニングの内容は長時間経つ訓練、宇宙服を着る訓練、発射時などに所定の場所にいる訓練、発射時の加速に耐えるために遠心機の中に入る訓練などである。食事としてはパン粉、肉粉、牛脂などを素材とするゼリー状のタンパク質を摂取した。これは繊維質に富み、 消化の良いものだった。報告によると、期間時には60%以上の犬が、便秘や探戚に悩まされていたという、数匹の犬が、1951年から1952年にかけて、R-1 ロケットで高高度飛行を行った。デジクトツィガンは1951年7月22日に、初めて大気圏外に出た犬である、両方とも高度 100km に達した後、 無傷で帰還した。飛行後、ツガンは、ソ連の物理学者、アナトーリー・ブラゴン・ラボフのペットとなった。デジクは1951年9月にリサと2度目の飛行を行ったが、2匹とも死んでしまった。リサとルイジクは1954年6月2日に、やはり上空 100km までの高高度飛行を行った。スメラヤは9月に飛行を行う予定であったが、 発射直前に脱走してしまった。科学者たちは、スメラヤが狼に食べられることを恐れたが、翌日発見され、丸石化と共に、宇宙へ行った。ボリクも1951年9月の発射前に、脱走をした。近所を走っていた野良犬が捕まえられ、と名付けられ、宇宙へ行った。オドワジュナヤの飛行は1959年7月2日だった。 別の犬すね人家及びうさぎの丸風車と一緒だった。オドワジュナヤは1959年から1960年の間に他に5度も宇宙へ行った。アリビナとツガンカは高度 85km でカプセルから放り出されたものの無事に着地した。アリビナはスプートニク2号への登場の一時先行を通ったがその後二度と宇宙へ行くことはなかった。ダムカ ジェムチュジュナヤという名前でも知られると、クラサフカ、ジュリカという名前でも知られるは1960年12月22日に打ち上げ予定の宇宙船に乗ることになっていたが、この計画は中止された。以上の他に、ディムカ、モドニツァ、コズヤフカなどの犬が弾道飛行を行った。この他に少なくとも4匹が1951年9月に打ち上げられ、2匹以上が死んでいる。詳細は、 ライカを参照、ライカクドリアフカジュチュカ、またはリモンチクという名前でも知られるは、1957年11月3日、スプートニク2号に乗って、地球で生まれた生物として初めて軌道飛行を行ったが、再突入装置はなく、初めから帰り道のない旅だった。打ち上げ当時は、1週間生存させた後薬物で安楽死させられる予定だったが、 酸素不足で死んだと発表されていた。しかし2002年10月に機密室の断熱機構のトラブルのため、ストレスと高温によって打ち上げ5時間から7時間後に、ライカは死んでいたと公表された。バルスという名前でも知られているとリシチカは、1960年7月28日にロケットに乗ったが、そのロケットは打ち上げ後28.5秒で爆発した。ベルカとストレルカは、 1960年8月19日に、スプートニック5号に乗って、宇宙で1日を過ごした後、無事地球に帰還し、地球軌道を周回して、無事帰還した初めての生物となった。彼らは1匹のウサギ、42匹のネズミ、2匹のラット、ハエ、たくさんの植物や菌類と共に出発し、このすべてが生きたまま帰還した、ベルカとストレルカのイラスト、2008年ストレルカは、 プッショークというオス犬との間に6匹の子供を設けた。プッショークは地上の基地での実験に数多く参加したが、ついに宇宙に行くことはなかった。子犬の中の1匹はプシンカと命名され、1961年にニキータ・フルシチョフからジョン・カイ・ケネディの娘キャロライン・ケネディに送られた。贈呈の際、プシンカはソ連のスパイでないことを確認するために厳重な検査を受けた。 冷戦の最中、プシンカとケネディ家の愛犬のチャーリーは4匹の子犬を儲けた。そのうちの2匹はそれぞれ、バタフライとストリーカーと命名され、中西部の子供たちに送られた。他の2匹は、ホワイトチップス、ブラッキーと命名され、ケネディ家で暮らしたが、後に友人の家にもらわれていった。プシンカの子孫は2007年時点でも生きており、そのうちの何匹かの写真は、 モスクワ郊外のズベズダ博物館で見ることができた。プチョールカとムーシュカはスプートニク6号に乗って植物や昆虫とともに1960年12月1日の1日間を地球の軌道上で過ごした。誘導の失敗によって12月2日の再突入に失敗しすべての生き物が死んでしまった。ムーシュカはスプートニク二号のために訓練された三匹の犬のうちの一匹だった。 チェルヌーシカはスプートニク9号に乗って1961年3月9日に宇宙飛行士のダミー人形イバ、イヴァニー・イヴァノビッチ、ネズミ、モルモットと共に地球を一周した。イヴァンは再突入時にカプセルから飛び出しパラシュートで着陸した。チェルヌーシカも無事に地球に帰還できた。ユーリー・ガガーリンによって名付けられたズブヨズダチカ、ユビ・ショウジはダミー人形と共に スプートニク10号で1961年3月25日に地球を一周した。これは4月12日にガガーリンが歴史的な飛行を成功させる前の最後の飛行となった。今回もダミーはパラシュートで、ズブヨズラ地下はカプセルのままで両方とも無事に帰還した。ベテロク指正寺とウゴリョーク指正寺。黒犬によくある名はオスホート計画のコスモス110号に乗り、 1966年2月22日から3月16日までの22日間を、軌道上で過ごした。これは1973年6月にスカイラブで26日を過ごしたピート・コンラットた二人に抜かれるまで、生き物の宇宙滞在の最高記録であり、現在でも犬の宇宙滞在の最高記録となっている。米ソの宇宙開発競争を描いた、テレビドラマ、 宇宙冷戦と二人の天才では、生還のおぼつかない段階で宇宙に犬を送ることに、対して西側の動物保護団体からの厳しい批判にさらされたとしている。そのような批判が政治的決定に影響を与えることはなかったが、R-7 ロケットによる打ち上げ実験の際に、ソ連の技術者が西側の動物保護団体の批判を気にしていた場面がある。 K9Nation, November 3, 2002, A Few Facts About Russian Space d o g s Archive 2006年1月8日 ATTHEWAYB, ありがとうございます。